城三日市を抜けて柴田藩五万の国仁津へと向かっていた。ああやっぱり越中のスナックは美味しいや。でも美味しかったな。おちゅうちゃん来るのがあったからはね、八人が三つも食べられたからな。神様、なんだか変な匂いがしませんか。おお、これはクソーズの匂いですか。クソーズ、何ですかクソーズって。あれです。クソーズとは土の中から湧き出た燃える水、サンズと書いてクソーズ、つまり油でしてね。越後では薪代わりに芝の葉に染み込ませたこのクソーズを燃やしている。